はい、皆さんこんにちは、ヨッシーです。いよいよ台湾に帰るんですけど、今週、台湾帰っても実況はしていきたいと思いますので、楽しみにしてください。ということで、幻想水湖伝のティアクライスの実況を始めていきたいと思います。ということで今回はですね、今回もなんですけど番外編ってことで、仲間集めを中心にこっちはしていきたいと思いますので、早速行ってみましょう。で、今回もツイッターのフォロワーさんからちょっと教えていただいたんですけど、回廊に仲間がいますよってことなんで、ちょっと回廊に行ってみたいと思うんですけど、これワヒエさん、なんかこれでやると通信ができるそうなんですよ。ここで幻想水湖伝通信できんだ、ちょっと驚いてるんですけど、ではなく、なんか右側に行くと人がいるってこと。あ、いた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 。あ、頭が痛い。どうした、おっさん大丈夫か。ああ、どこのどなたか存じませんが、お構いなく。怪我や病気ではありませんから。私ちょっと考え事をしてまして、考えすぎると頭が痛くなるたちなもんで、神経質なんでしょうかな。あいたたたたたた。そっかなあ、頭が痛くなるような考え事ってなんだ。窓が窓が開いた、たたたたた。全然説明になってないです。開いたたたた、開いたたたたた、開いたたたたた。いや、痛いだけ。超神経質で話しかけて終わりで、あれ、これどうやって戻んの。あれあら、あら、一周しちゃった。あれ、どうしよう、戻りたいんだけど戻れないのこれ。あら、これ飛び入るのかな。とりあえずちょっとワヒエさんに助けてもらおう。助けて。ほっ、わしのとこへ来たということは100万世界へ乗り出すのか。ああ、せっかくうちの城の扉があるんだ、使わない手はねえだろ。それにモアナから他の世界の仕事も引き受けるって聞いたからな。そっちもやってみようと思って。ほうほうほう。しかし恩師自身はいけんのじゃろ。構わねえよ、俺が行けなくてもヨッシー団のみんなが行く。みんなでいろんな世界行って、いろんなやつに会って、いろんな仕事引き受けて、そういうのって面白いじゃねえか。ほうほうほう。よう、ゆうた。では100万世界へ扉をつなぐ前にモアナを呼ばんとな。仕事の縁結びはモアナを通せば間違いないでの。ということでモアナさんを呼び、はーいはーい、縁結びのモアナさんだよ。他の世界との縁も結んじゃうよ。100万世界から来た仕事も私がバッチリ仕切ってるから、私に相談してね。さて、そろそろ扉をつないでもええかの。あ、ほっほっほ、焦るではないわい。では始めるかのってことで、通信ができるらしいんですけど、いないので、今回はせずに、たまに来たと思うたらもうありかの、初めてです。じゃあ私も戻ってるね。で、戻りたいんですけど、そうこれこれこれ。で、戻ってモアナさんのところに行って話しかけると、さっきの窓の素材、窓がって言うんですけど、なんか窓の素材を集めるクエストが発生してるってことで、帝国から来てるんですけど、今回は仲間集めなんで。あんた向きのいい仕事入ってるよ。マジっすか。あ、これだ。こっち気になるので後でやろう。こっち、窓の資料集め。こいつはトンガチヒさんつだ。窓に関する資料をできるだけたくさん集めてください。ヨッシー団ならこの世界ではなく他の世界からも集めてきてくれると思い、お願いすることにしました。これで決まり。
で受けて、誰でもいいらしいので、ホツマさん、ホツマさんいれば詳しそうだから、シスカ姉さん行ってこい。お母さん困らせて楽しいじゃねえし、ということでこれで出撃させ、窓ってこれ回廊の中にいた変なおっさんだな。へえ、トンガチヒって名前だったんだ。変な名前だね。ああ、あの人ね、商売人としてはすごく優秀なんだけど。へえ、そうなのか。うん、若い頃はすごい勢いで稼ぎに稼ぎまくってたよ。1勝どころか9勝も10勝も遊んで暮らせるぐらい、すげえ溜め込んでスパッと引退したの。へえ、でもその後さ、ずーっと回廊の中うろうろしてて、窓が窓がーってね、乱文族の仲間のうちでもあの人どうしちゃったんだろうって心配してんだよね。よっぽど窓が好きなのかな。ということで、ちょっと5日をまずどうにか過ぎるようにしないといけないので、まぁ、ちょっと外の世界に出て往復すればいつか経つだろうという。ここまで3日。往復3日。で、もう5日過ぎました。あ、こっちから帰ってきた。ということで、戻ってきて、話しかけると、っていうところですね。うむ、森の中綺麗だ。よいしょ。はい、達成。終わった仕事があるから広告見といてね。失敗です。失敗しかしないって言ってたんですけど、フォロワーさんは。100ウォッチ、新しい依頼だね。まあ仕方ないっていう感じです。団長さん、団長さん、仕事やんない？新しい依頼だね。何？あら、もういいの？という感じです。で、どうすんだこの後。あのトンガチさん2回目のミッションが依頼されるらしいんで出なかったんで、いろいろ対応してたんですけど、なんか別の普通のクエストクリアしたら出てきたんで、なんかある程度消費しないと出てこないみたいな感じなんですかね。ってことで、またトンガチさんが2回目のちょっと依頼してきたので、これをまた引き受けましょう。誰に任せる？で、また適当に誰でもいいので、ホツバさん、これで、はい、了解。また行って、で、また適当に、次は10日なんで、またあの外で往復で時間を稼ごう作戦で行きたいと思います。つことで外に出ます。6日で、また戻って、モアナさんのところに戻りましょう。どこだ？いた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 。
から、はいはい、報告見といてね。残念ですが、他の世界にも私の欲しい資料はないのですね。どうしてなんでしょう。なぜ誰も窓について真剣に考えないのでしょうか。あいたたたたたたあいたたたたたたた。まあ失敗。え、またダメだったのかよ。何が気に入らないのかな。直接会って聞いてみるか。どうせずっと回廊にいるんだろう。多分ね。ということで、これで話しかけに行って、なんだかんだ会って仲間になりますみたいな感じなので、話しかけに行きましょう。トンガチヒさん。いや、でもこれ便利だね。行きたいところ行けるの。まあ、条件はあるみたいですけど、一度行ったところとか、扉作っとかないとだけど、それができればね、もう条件クリアすれば一度行ったところでも、もうすぐ行けちゃうみたいな。ということで、トンガチヒさんに、窓が、なあ、おっさん。あんたに頼まれて窓の資料忘れたけど、気に入らなかったって？何がダメなんだ？ああ、あなた、ヨッシー団の方でしたか。骨を折ってもらったのに申し訳ないと思いますが、欲しい資料がなかったんですよ。欲しい資料って？実は私、回廊に窓を作れないかと思って研究しているんです。は？窓ですよ、窓。扉があるんだから、窓もあったっていいでしょ？いや、窓もあるべきだ。そう思いませんか？思うでしょ？ね、ね。あ、いたたたたたた。大丈夫か？いつもの頭痛ですから。というわけで、回廊に窓を作る方法の手がかりでもないかと思って資料集めをお願いしたんですが、残念ながら集めてもらった資料の中にそういう情報はなかったので。あのさ、窓との扉って何が違うんだ？は？何を言ってるんですか？窓は窓ですよ。窓を開ければ回廊の中からあちこちの100万世界を見ることができるんです。素晴らしいでしょ？扉だって開ければ見えるぞ。他の世界。あれ？一緒なんじゃねえの？てん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 。あ、いたたたたたたた。まさかの盲点。トンガチヒさん。おっさん。なんという衝撃の事実。もしかして気がついてなかったのか？全く、これっぽっちも。根本的にダメだったってこと？そっか。わ、私のしてきたことは一体何だったのでしょう。あら。これについてずーっと悩んでたんだよね。そうだね。じゃあ、うちの窓を作らねえか？こうやって誘うんか。は？だからよ、ヨッシー団のヨッシー城の窓。本当の窓を作れってことね。おっさん、窓のこと、そんだけ研究してんだから、窓については誰よりも詳しいだろ？回廊の魔女じゃなくて悪いけど、うちの窓を作ってくりゃ、研究も無駄にならねえじゃねえか。いや、回廊の窓とお城の窓では物が違うんですが、回廊の扉と建物の扉も、たまたま言葉が同じだけで、全く違うものじゃありませんか。あ、やっぱり？てか、それがわかるのに、窓と扉が同じだってのは気がつかなかったのかよ。でも、心遣いは嬉しいです。ありがとうございます。確かに集めてもらった資料のおかげで、普通の窓についても専門家と言えるほど詳しくなりました。勉強熱心だね。幸い、若い頃に家や屋敷を売っていた関係で、大工仕事の経験もあります。おお、すげえ。せっかくのお話なので、お言葉に甘えてもいいでしょうか。おう、いいぞ、来てくれ。ありがとうございます。それではお邪魔します。よし、トンガチヒさんが仲間になったぞ。さて、これは
責任重大ですね。どんな窓にするか考えに考え抜いて、あいたたたが始まるのか。あいたたたたた、結局。うん。ということで、トンカチさん仲間に入れました。あいた。ああ、なるほど。あ、トンガチーさん、こういう風にちょっと、キャラつか、ゲーム上の、枠が、変わる感じかい。あ、変わった。なるほど、そういう役割ね。あ、なかなか。まあ、ちょっと、こういう感じで変えてみました。そうね。ということで、こんな役割のトンガチーさん仲間に入れました。うん。なんでね、今回の番外編はここまで。まあ、次回もなんか Twitter のフォロワーさんとかから教えていただいたら仲間探しをしようと思いますので、もしなんかそういうの知ってる方いましたら、どんどん Twitter だったり、あの YouTube のコメント欄にいただけると動画を作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。ということで、実況ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さようなら。